ストローク単気筒 250cc エンジンを搭載しました街乗りはできないレーサーでのクラスとなってまいります。まあ、シリーズ参戦をしているそういったライダーもいればですね、この岡山ラウンドからスポット参戦をしてくるというそういったライダーもいます。注目のライダーもいますからね、このあたりもまたお伝えをしていきたいと思います。さあ、ライダーがピットアウトすると、そしてその後ですね、チームスタッフがサインボードを持って、そしてピットオールへと移動してまいります。モータースポーツいつもの光景始まります。さあ、そしてこのレースウィーク好調と伝えられていますゼッケンナンバー10番が今ピットを離れました。船田俊樹、初めてのポールもいけるんじゃないかっていう、そんなね、期待もあるこの若いライダーです。さあ、それではこの JGP3 なんですが、公式プログラムでは22ページと、あとは23ページ見開きでエントリーリストと、あとは今シーズンここまでの流れ、このあたりも載っていますので、このあたりもちょっとお伝えしつつ、エントリーリスト、まあ、35分間ありますし、あとタイムアタックは多分本当に最後の10分を切ったあたりでどんどんオーダーも変わってくると思われますので、まあ、最初のそうですね、25分ぐらいは、まあ、各ライダーがその終盤の一発のそのタイムアタックに向けていろんな調整なども行ってくる時間と言えると思います。今シーズンなんですが、この岡山ラウンド JGP3 は25名のエントリーとなっています。ゼッケンナンバーの、数字の若い順にちょっとオーダーをお伝えしてまいりますと、まずゼッケンナンバー7をつけますのは古市右京です。 KTM レーシングアスピレーション、まあ、自らのチーム名でありますこのアスピレーションをですね、立ち上げてもう数年経ちますけれども、またこの KTM にマシンをスイッチしてからはですね、今シーズンが3年目のシーズンになりますね。まあ、この古市右京選手も、本当に長年全日本選手権を走っている、そしてこの勝敗気流クラスをですね、まあ、極めている、そういったライダーと言ってもいいと思います。まあ、今シーズンはですね、古市選手は、この前のレースになりますが、スポーツランドスゴーのレース、ちょうど2コーナー立ち上がりで、2台クラッシュをしてしまって、でその時にちょっと怪我を負ってしまったんですが、まあ、古市選手にとってはこの岡山ラウンドが、まあ、復帰戦になります。まあ、ただ全日本選手権としてはですね、そのスゴーラウンドからあとこの岡山ラウンドまで丸々3ヶ月間隔が来ましたので、それを思いますと、まあ、古市選手にとってはですね、まあ、ちょっとこのインターバルは、まあ、ラッキーだったと言えるかもしれませんね。まあ、しっかりこれ直す、そういった期間に当てられたと思います。続いてゼッケンナンバー8をつけますのが安村武、犬の乳酸菌プリミティブ RT からのエントリーとなっています。まあ、先ほど古市選手の素顔の話をしたんですが、安村選手はその前のラウンドでは、ちょっと予選で思うように走れなくって最後尾スタートだったんですが、まあ、でも結果的に決勝レースでは10番手まで追い上げるという、しっかりポイントを取るというですね、そういったレースを見せました。まあ、その安村選手は広島のライダーですから、この岡山はですね、ホームコースと言ってもいいそのライダーです。まあ、犬の乳酸菌といいますから、ちょっとミルクっぽい、ホワイトっぽいカラーリングのマシンなんですよね。さあ、そのゼッケンナンバー8番がどうやらこの後トップタイムをマークしてきそうです。セクター1セクター2とベストで来ていますが、その犬の乳酸菌カラーが今ちょうどメインストレート戻ってきますね。ゼッケン8番がトップ1分38秒台。まあ、とはいえですね、この JGP3 コースレコードは1分35秒836というタイムがマークをされていますので、まだまだこの後どんどんタイムアップはしてまいります。暫定のトップになりますが、今はゼッケン8番です。ちなみにコースレコード1分35秒836というのは、まあ、今から3年前ですね、2013年にマークをされています。こちらは今シーズンから JGP2 にスイッチをしました国峰選手が持っていますコースレコードは1分35秒836です。さあ、そして選手紹介ですが、続いてはゼッケンナンバー10番ですね、こちらはブルーのマシンフレックスレーシングチーム、ライダーは船田俊樹。まあ、先日、まあ、8月に18歳になったまだ若いレーダーです。高校3年生、この岡山ラウンド、先週のテストでは、まあ、トップタイムをマークしたというこの船田であります。全日本参戦は今シーズンが3年目のシーズンになりますが、昨年はランキング10番手、そして前回この昨年の岡山ラウンドでは、まあ、シングルフィニッシュも決めているこのサーキットでありますからね。
さあ船田、かなり期待も高まっています。ゼッケンナンバー10番。そしてゼッケンナンバー11をつけますのが18歳のライダーです。関野海斗。チームプロミューセブンシーです。ブレーキパッドのメーカーであります、このプロミューがスポンサードしています。ゼッケンナンバー11番。関野海斗は神奈川県のライダーです。昨年この岡山ラウンドは9番手フィニッシュとなっています。ゼッケンナンバー11番です。その関野は現在、ポジション的には、まあ、13番手あたり、まだまだしっかりとですね、そのセットアップを詰めている、そういった状況と言えそうです。そしてゼッケンナンバー12をつけますのが、菊池博之、京都のライダー51歳です。H43 チームノビー&ウィリー。まあ、かつてこの岡山では岡山マイスターと呼ばれたほどですね、GP、この JGP3 クラスというのは2010年から名称変更となったんですが、まあ、それまで2009年までは GP125 として行われていました、まあ、その GP125 時代にはこのゼッケン12番の菊池選手は岡山で7勝、まあ、これ97年に初めて全日本で優勝を飾った後、2009年までの間にですね、岡山で7勝をマークするというその菊池、今シーズンは2回表彰台にも上がっていまして、ゼッケンナンバーがここ数年徐々に大きくなっていた菊池選手なんですが、久しぶりにこの岡山での活躍もね見えそうです。ゼッケンナンバー13をつけますのが岡崎静香、24歳のライダーです。 UQ&テレル小原 RT、 ホワイトとそしてピンクのマシン、ピンクのヘルメットになりますね、小原レーシングのマシンです。まあ、この岡崎選手も前回の水曜では、ちょっと転倒もありまして怪我を負ってしまったわけなんですが、まあ、最近はですね、まあ、もちろんこの、ライダーとしてもそうなんですが、さまざまな媒体でもですね、まあ、活躍しています。ゼッケンナンバー13番の岡崎選手であります。岡崎静香選手も今シーズンが全日本は、5年目のシーズンになりますね。そしてゼッケンナンバー18をつけますのが広島のライダーです。山本康弘、チームライフドリーム北九州、黄色いカラーリングのマシンをライニングしてまいります。まあ、この山本選手にとってもですね、この岡山は、まあ、自分の住むサーキットから近いというのもありますので、まあ、気持ち的には、まあ、ホーム感覚だと思うんですけどもね。さあ、そのゼッケン18番は今8番手の位置にいます。そして今、18番までお伝えしましたが、ゼッケンナンバー21、ブルーのマシンですが、チームプラスワンの中山愛理です。まあ、今シーズンはですね、予選でもそして決勝でも、まあ、その速さを見せている。ただちょっと転倒などもありまして、ちょっとポイント的にはですね、あまりこの上げられてはいないんですが、まあ、それでもですね、第2戦でしたかね、2番手争いをファイナルラップまで展開して、まあ、そこでちょっと転倒は喫してしまったんですが、まあ、それでもね、まあ、レースウィークではトップタイムをマークしたりとかですね、そういうふうな活躍を見せています。まあ、この中山愛理選手にとってもですね、まあ、お隣兵庫県のライダーですから、この岡山は挑戦時代から走っているサーキットになります。昨年この岡山で15番手だったんで、まあ、自分のベストリザルトはもちろん狙ってくると思われます。ただ中山愛理選手も、前回スゴーラウンドで、まあ、金曜日ですかね、転倒しまして手首を痛めたので、まあ、それであの予選決勝と走れなかったんですが、中山愛理選手にとっても、まあ、この岡山ラウンド全日本の復帰戦という形になってまいります。そしてゼッケンナンバー26をつけますのは川瀬圭一郎です。チームコース派のオレンジのマシン、まあ、長年にわたってこの勝敗気量活躍をしていますこの川瀬圭一郎でありますけれども、昨年はこの岡山ラウンド、そしてレッドフラッグが出されます。レッドフラッグが出されますが、さあ今レッドフラッグが出されています。転倒はゼッケン32番佐野勝人という情報が入ってきていますが、さあ今レッドフラッグが出されました。セッションは一時中断です。スタートから10分ほど経過をしていた段階なんですが、ここで転倒によるレッドフラッグ、赤旗となっています。2コーナーですね。
今マシンは今起こされました。そして佐野選手は今1コーナーのアウト側にですね、ライダーは退避をしています。1コーナー立ち上がり、まあこれ多分これハイサイド気味の転倒だと思われますが、ゼッケンナンバー32番佐野勝人が転倒を起きしています。さあタイムアタック8時40分スタートとなりまして、今10分少々経過をしている段階なんですが、まあ、それを前にちょっと今レッドフラッグが出されました。一時セッションは中断です。このレッドフラッグですが、1コーナー立ち上がりゼッケンナンバー32をつけます犬の乳酸菌プリミティブ RT 佐野勝人選手が転倒を喫しまして、そしてコース上にマシンが残っていたと、まあ、それもありまして1回赤旗が出されまして、セッションは中断となっています。さあまた再開時間など分かりましたらお伝えをしてまいりたいと思います。さあその佐野選手が転倒した2コーナー1コーナー立ち上がりですが、今オフィシャルさんによって清掃作業も行われています。この後の再開時間や、あとは予選の残り時間など分かりましたら、またお伝えをさせていただきたいと思います。さあそして今予選の再開時間がこちらに入ってまいりました。8時54分予選再開です。現在8時52分50秒ですから、あと1分少々でピットロードオープンになります。この後8時54分から予選は再開ということです。コースイン1分前です。今8時53分回りました。1コーナー立ち上がりはコースはクリアとなりました。この後コースインは8時54分から、残り時間はですからあと21分というタイムアタックになりますね。そして残り時間が25分25秒ということですから、チェッカーフラッグが出されますのが、ですから9時19分25秒ということになりますね。残り時間25分25秒で行われますので、チェッカーフラッグは9時19分25秒に出されるということです。さああと10秒でピットロードオープンになります。ゼッケンナンバー99白石玲奈のマシンがピットロードを並んでまいります。昨年はこの岡山ラウンドの前にチームを離れましたので、全日本1年目の去年はこの岡山は走っていませんでした。さあその白石玲奈今ピットを離れます。13番の岡崎静香 JGP3 は女性ライナーが非常に多くなってまいりまして、さまざまなサーキットの全日本選手権でその女性ライダーをピックアップしてっていう、そういった記事も多いですね。21番の中山愛理も今ピットを離れました。さあ残り時間は、25分25秒、まあ、ですから、9時19分25秒にチェッカーフラッグが出されます。さあ続いてエントリーリスト、今26番の川瀬圭一郎選手までお伝えをしていました。川瀬選手は44歳愛知県のライダーです。まあ2000、まあ、途中ちょっとブランクもあったんですが、2006年からはこの岡山ラウンドはずっと継続参戦を続けているライダーです。そしてゼッケンナンバー31をつけますのは伊達裕太です。バトルファクトリー17歳のライダー、まあ、一旦ちょっと海外でのレース経験もあり、レースもありましたので、全日本選手権のフル参戦は2年ぶりのシーズンになります。
まあとはいえその2年前のこの岡山では伊達雄太は全日本初表彰台この岡山で飾っています。さあその伊達雄太ですが、現在17歳広島のライダー、今シーズンはまだ表彰台はこの岡山、ないんですが最高位といいますかね、これまで4位が1回そして5位が2回というのが今シーズンです。シリーズランキングは現在伊達雄太はですからポジション的にはですねかなり上位に来ています。今3番手のライダーです。そしてゼッケンナンバー32、先ほど1コーナー立ち上がり転倒を喫しましたのが佐野克人、犬の乳酸菌プリミティブ RT。 佐野克人は今シーズンここまで第1戦から第3戦まで、決勝ではちょっとリタイアがついていましたので、まあ、この岡山ラウンドはというね、そういった意気込みもあったと思うんですが予選での転倒を喫しています。ゼッケンナンバー33をつけますのが長谷川翔です。クラブワイズバトル J をライディングしてまいります。こちらは高校1年生16歳のライダーです。今シーズンから、全日本選手権にステップアップをしてまいりました。まあ、昨年は岡山と鈴鹿合わせて3冠を取った、まあ、3つのカテゴリーでチャンピオンとなった長谷川です。まあ、表情は非常におとなしい、そういったライダーなんですが、まあ、いざヘルメットをかぶってそしてライディングするとかなりアグレッシブに変貌します。さあその長谷川翔ですがクラブアイズ、これはペパーミントグリーンとあとはピンクのカラーリングのマシンです。さあそのゼッケンナンバー33長谷川翔ですが、このクラブアイズというのは、お隣兵庫県にありますそのバイクショップでありまして、まあ、ここであのバイクハウス、まあ、バイクショップ兼あとカフェも営業しているこのクラブアイズであります。まあ、この岡山はホームコースと言ってもいいチームでありますけどもね。さあそしてゼッケンナンバー36、まあ、こちらはもう JGP3 のベテランライダーと言ってもいいでしょうね。チャンピオン経験もあります。ゼッケンナンバー36をつけますのは徳留正樹、クラブプラスワンのブルーのマシンをライディングしてまいります。今シーズンは1勝をマークしています。徳留選手は現在ランキングは2番手、そして第3戦のスゴーダもですね、ファイナルラップで、仕掛けていこうというそういった計算を着々と立てていたんですが、ただこれファイナルラップでレッドフラッグが出ちゃったんですよね。まあ、それもあって、優勝は逃してしまったんですが、今シーズンここまで3戦いずれも表彰台に上がっています。ゼッケンナンバー36番の徳留。そしてゼッケンナンバー37をつけますのがソン・アンユです。チャイニーズタイペイ25歳のライダーです。シャークファクトリー A レーサーというチームからのエントリーになってまいります。ソン・アンユ選手ですが、岡山を走りますのは2回目になりますね。まあ、ただ全日本はデビューになります。7月の地方戦でこのソン・アンユ選手は、初めて岡山でレースを走りまして、そして岡山レースは2回目ということになります。ソン・アンユ現在は20番手の位置にいます。続いてゼッケンナンバー39をつけますのが金子博士、イフレーシングオートマック商店局からのエントリーとなります。44歳大阪のライダーです。金子選手なんですが、まあ、昨年は21番手となっていまして、上位20台までポイントが取れますこの全日本ですから、あともうちょっとでポイントゲットだったんですよね。続いてゼッケンナンバー41、今シーズン全日本デビューなんですが、現在ランキングは4番手にいますね。佐藤玲、16歳のライダーは4インチプランニングのマシンです。ゼッケンナンバー41、その佐藤玲は現在ポイント的には42ポイントを取っています。開幕戦の筑波、そして第2戦のモテイと9番手、そして前回の総合では4番手チッカーとなっています。ゼッケンナンバー45をつけますのは太田虎ノ心です。18歳のライダー、クラブプラスワンのブルーのマシンをライディングします。まあ、昨年全日本デビューを飾った太田虎ノ心選手なんですが、まあ、去年の岡山ラウンドはですね、まあ、なかなかちょっとタイムを上げることができないような、まあ、そういったちょっと悔しい岡山ラウンドになっています。今シーズンはですね、1回ちょっと挑戦試験で姿を見せまして、まあ、その時には表彰台にも上がっています。太田虎ノ心にとっては全日本は2年目のシーズンです。この岡山です。続いてゼッケンナンバー50番、
今回注目のライダーとしてはこのライダーになってまいりますね。ホンダチームアジア、ホワイト&レッドのマシンでありますが、中村博樹、17歳、全日本は初参戦なんですが、ただ現在このアジアで開催されていますアジアドリームカップの現在はポイントリーダーとして、そしてこの岡山での初参戦、初レース JGP3 マシンをライディングしてまいります。昨日の練習走行でもこのゼッケンナンバー50番中村はかなりいいタイムをマークしていたんですが、さあその JGP3 全日本初レース、現在中村のマシンは11番手の位置にいます。まあ、普段はそのアジアドリームカップ、あの CBR の単気筒エンジン、まあ、市販車をベースにしたマシンでのレースを走っていますが、レーサーマシンでのこの全日本選手権は初になります。中村です。さあ、そしてゼッケンナンバー52をつけますのは大塚浩二、ホワイトレーシングプラス YERC からのエントリーとなってまいります。岡山の全日本は大塚選手は3年ぶりになりますね。2013年に走って以来となってまいります。続いてゼッケンナンバー72をつけますのは岸田圭一、フレックスレーシングチーム &MH 小原からエントリーとなります。フレックスはこのブルーのマシンになりますね。濃いブルーのマシンです。岸田選手は全日本は昨年の最終戦鈴鹿ラウンド以来となりますね。昨年はこの岡山ラウンドでポイントを取りまして、最終戦 MFJGP 進出を決めています。そしてゼッケンナンバー99をつけますのが白石玲奈です。チームレイナ with オーテック鈴鹿、全日本は2年目のシーズンとなっています。で、岡山を走るのは今シーズンが実は初めてになるんですよね。さっきもちょっとお話をしたんですが、白石選手は昨年この全日本岡山ラウンドの前に、まあ、チームを離れるということになりまして、岡山のレースは初めてになります。そしてゼッケンナンバー410番をつけますのがウィーヨーイチ、世界 GP 経験も豊富なライダーです。41プランニング、さあそのウィ選手でありますが、マシンは今シーズンもイオダをライディングしてまいります。イタリアのメーカーイオダ、国内ではですね、95年に GP125 で、そして GP250 では、日本に戻ってきた後2回取っていますね。2007年と2009年。さあそのウィ選手ですが、現在はまだちょっと順位には姿を見せてきていません。現在は16番手の位置にいます。そしてゼッケンナンバー500番ですが、3桁ゼッケン、こちらは耐震ライダー、22歳のライダーです。アヌパサムンです。ヤマハタイランドレーシングチームからエントリーとなっています。アヌパサムンです。まあ、こちらも全日本選手権は初参戦になるんですが、まあ、日本のサーキットといいますと、今あのアジアの AP プロAP ですね、アジアプロテクション250、今日あの JP っていうのはありましたけど、あれはジャパンプロテクションで、アジアで展開されます AP250 で現在ランキングは4番手の位置にいます。まあ、ですからこのアヌパ選手にとっては、まあ、どっちかというとその AP アジアプロテクションが、まあ、ほぼメインレースにはなってくるんですが、ただあのビッグバイクもですねレースやっていまして、タイのブリーラムサーキットで、この間あのブリックっていう、スーパーバイクレースがあったんですが、まあ、そこでは、ヤマハの YZF-R1 で優勝を飾ったりもしています。まあ、ビッグバイクの経験もあるライダーです。さあそのアルパサムンですけれどもね、こちらも今回初参戦となってまいりますが、フリース走行でもかなりいいタイムをマークしていたようです。現在アルパサムンゼッケンナンバー500番は今15番手の位置にいます。そしてゼッケンナンバー634をつけますのが武蔵 RT ハルクプロ、現在のポイントリーダーです栗原圭介、18歳、東京のライダーです。今シーズンは全日本初優勝をマークしました。2勝をマーク、ポールポジションも2回。さあその栗原圭介ですが、去年もですねシーズン終盤までチャンピオン争いは展開をしていたんですが、結果的にチャンピオンはその時のチームメイトでした。さあ栗原圭介も今シーズンはそのハルクのエースナンバー634番を背負っての、まあ、そのレースになってまいります。まあ、その位置に恥じぬといいますか、現在しっかりとですねポイントランキングはトップの位置にいます。
最上25名のライダーによってこの岡山ラウンドは展開されてまいります。残り時間があと14分ほどになってまいりました。一時レッドフラッグが出されまして、ちょっとですね、中断とはなっていたんですが、あと14分ですね。タイムアタックがあと14分です。さあ、ゼッケンナンバー12番の菊池、さらにはゼッケン26番の川瀬といったベテラン勢が今ピットを離れます。さあ、選手会も終わったところで、現在ですね、オーダーをちょっと見てまいりますと、現在トップタイムをマークしていますのはゼッケンナンバー36をつけます徳留正樹が1分37秒487、現在1分37秒台、現段階では3台です。2番手に634をつけます栗原圭介、1分37秒869、3番手にゼッケンナンバー31、今ピットを離れます伊達裕太、伊達は1分37秒994で今3番手にいます。そして4番手に、先ほど1コーナー立ち上がり転倒を喫したゼッケン32番の佐野勝人でした。その選手、今シーズンここまで、予選では最上位、前回の菅生の8番手というのがあったんですよね。まあ、徐々にこの調子も上がってきていましたので、この岡山ラウンドも期待をしていたんですが、ちょっと転倒を喫してしまっています。そして5番手にはゼッケンナンバー8をつけます安村つけます、1分38秒226、そして6番手にはゼッケンナンバー18をつけます山本です。山本は1分38秒706、7番手にゼッケンナンバー12をつけます菊池博之、1分39秒063、そして1000分の2秒差でゼッケンナンバー15をつけます41プランニングの高杉直子です。高杉は現在8番手の位置にいます。まあ、高杉選手も今回は復帰戦になりますよね。まあ、ちょっといろいろと怪我を負ってしまうここ数年ケースが多いんですが、まあ、しかしガッツがあります。ゼッケンナンバー15、高杉は現在8番手の位置。そして9番手にはゼッケンナンバー11をつけますプロミューのマシンですね、関野海人、そして10番手フレックスレーシングチームゼッケンナンバー10をつけます船田俊樹と続いています。そして今11番手にはゼッケンナンバー13をつけます岡崎静香、12番手にはホンダチームアジアゼッケン50番をつけます中村、13番手には41プランニングゼッケンナンバー41をつけます佐藤玲、そして14番手にはゼッケンナンバー7 KTM をライディングする古市右京です。さあ、今ホンダチームアジア中村のマシンがピットを離れます。現在は12番手の位置。そして現在トップタイムをマークしています徳留も今ピットを離れました。さあ、予選スタートの段階から若干ではありますが路面の温度も上がってきていますね。今28度ぐらいまで上がってきているということです。さあ、デビューイヤーとなります長谷川翔ですが、今は18番手の位置ですね。クラブアイスのマシンも今ピットを離れます。そしてゼッケンナンバー7番 KTM の古市右京も今ピットアウト。古市は今14番手の位置。そして15番手にゼッケンナンバー500ヤマハタイランドレーシングチームのアヌパサヌン、16番手にはゼッケンナンバー410番のウィヨウイチ、17番手ゼッケン21中山愛理、
18番手ゼッケン33長谷川翔、19番手ゼッケン26川瀬圭一郎、20番手ゼッケン72岸田圭一、21番手にはゼッケン37孫安優がつけています。22番手はゼッケン52大塚浩二、23番手ゼッケン39金子博士、24番手ゼッケン99白石玲奈、25番手にゼッケン45をつけます太田虎ノ心なんですが、太田虎ノ心は今まだピットにいますか、2周ほど計測がされているんですが、その後ちょっと何かトラブルが出ているかもしれませんね。ゼッケン45番はそれ以降はちょっとまだピットは離れてないようです。さあタイムアタックも残りあと8分少々となってまいりました。9時19分25秒にチェッカーフラッグが振られます。この JGP3 のタイムアタックです。そしてこの後の JSB1000 クラスタイムアタックは今のところタイムスケジュール通り行われるということです。 JSB1000 クラスは9時30分から予選、これはタイムスケジュールは変わらないということです。さあ予選終盤になってまいりまして、この後はまたタイムアタック合戦が展開されますか。634番武蔵の栗原は先ほど前後ともにニュータイヤを装着してのピットアウトということが先ほど情報入っていました。さあ栗原は今セクター1ではベスト、そして今13番の岡崎静香今6番手の位置まで上がってきていますね。さあ岡崎ももう今シーズンは決勝で早々6位フィニッシュというですね、自己最高位を更新してきています。さああとは岡崎静香にとっては決勝でのトップ5入り、まあこれが自身のですね目標となってまいります。まあもちろん表彰台、もちろん優勝というのもありますけどもね。さあ栗原戻ってまいります。栗原は1分37秒837ベストラップを更新、さらには500番のアヌパサヌンがトップ10圏内だ。これ9番手初参戦となってまいります。アヌパサヌンヤマハタイランドレーシングチームのライダーですが、これ9番手さあそしてゼッケン410番のウィーオーイチも前後ニュータイヤでのピットアウトになります。ウィーオーイチは現在16番手の位置。さあそして634番の栗原、さらには18番の山本、15番の高杉もいいタイムで来ていますね。今ダブルヘアピン2つ目の集団、残り18番の山本とあとは15番の41プランニング高杉のマシンがいます。今7番手に18番の山本、そして8番手に15番の高杉とついてきていますが、さあこの2人最終コーナーから戻ってまいりましてタイムが更新してきそうです。6番手いや5番手あたりも見えますか。さあこの後戻ってまいりますが、あこれしかし KTM の古市が7番手に浮上です。ゼッケンナンバー7番、トップ10圏内7番手にゼッケンナンバー7番が上がってまいりまして、18番の山本は8番手、15番高杉は9番手、アヌパサヌンは今10番手の位置にいますが、ただアヌパサヌンもいい、そして今ゼッケンナンバー634栗原もいいタイムできています。今トップタイムをマークしています徳留とはタイム差は0秒35ベストできていますが、あとは徳留のタイムは届くか。ゼッケンナンバー634番です。さあ武蔵戻ってまいります。栗原はどうだ。栗原トップタイムです。1分37秒405徳留のタイムを上回ります。634番の栗原圭介がトップに浮上。今シーズンここまでポールポジションを取っていますのは634番の栗原は2回、そして、ゼッケンナンバー36をつけます徳留1回となっています。今シーズンの JGP3 はポールを取ったライダーがそれぞれ優勝という展開で来ていますが、さあ徳留2回目か、それとも栗原3回目か、それとも今シーズン3人目のポールシッター登場か。さあ徳留タイム上げてまいります。ゼッケンナンバー36徳留のマシンがセクター1ベストタイムをマークしてまいります。真っ赤なマークをつけましたブルーのマシンです。予選の走り方、タイムの上げ方、決勝のこの混戦具合からの抜け出し方、まあこのあたりはですね
徳留しっかりとそのノウハウを持っている。さあ残り時間あと4分、その差は0秒08にわずか100分の8秒差で、今トップは栗原、そして2番手は徳留。さあダブルヘアピンにやってまいります。この集団ですが、徳留ちょっと前を塞がれている。ダブルヘアピンの1つ目、ちょっと前のマシンに前を塞がれた。今この集団で徳留はセクター1ではベストで引いたんですけどもね、セクター2ちょっと前のマシンに塞がれています。最終コーナー4台の集団、一番後ろにゼッケンナンバー36徳留のマシン戻ってまいります。ちょっとこの周回タイム更新は難しいか。残りは3分30秒徳留戻ってくる。タイマー1分37秒6ベスト更新になりません。現在2番手、そして3番手に31番の伊達雄太と、まあ、このあたりはですね、で中盤からちょっとオーダー変わってないんですが、実は2コーナーで点、1コーナー転倒していたザッケの32、佐野勝人のタイム4番手というのが、これまだ4番手残ってるんですよね。さあそして現在のアジアドリームカップポイントリーダー、ゼッケン50番中村のマシンがベストで来ている。現在は7番手の位置にいます。ゼッケン50番ホンダチームアジアのマシンでありますが、ここは今まで1分38秒66に前のマシンとのタイム差は今0秒116で来ていますが、さあどうだ。この後チームアジアのマシンは今リボルバーコーナーあたりに来ていますか。今3台ほどのバトルが展開されています。ゼッケンナンバー50番、さあその中村博樹、あでもベストで来ていますね。中村ベストで来ている。今ダブルヘアピンにやってまいります。前には犬の乳酸菌カラーですかね。ただちょっとダブルヘアピン2つ目、ホンダチームアジアの中村はちょっと前を塞がれていくか。最終コーナーにやってまいります。イデミツカラーのマシン、ホワイトアンドレッドのマシンであります。ゼッケンナンバー50番中村博樹、セクター2まではベストで来ています。現在は7番手。さあメインストレート戻ってまいりますが、中村のタイムはどうだ。6番手、その前に634番栗原がさらにタイムを縮めている。ゼッケンナンバー634番の栗原圭介、1分37秒386徳留との差は0秒101、残り時間はあと1分40秒。栗原はあと2周いける。そして徳留もあと2周いけます。今後とうとう立ち上がっていきます。まずは栗原、そしてちょっと間隔が空けまして、ゼッケンナンバー36番徳留のマシンがその後ろ、今バックストレートに入ります。そして今ゼッケン50番の中村もまたタイムを縮めてきていますね。さらには7番の古市右京、 KTM もいい調子で来ている。さあ現在7番手にいますゼッケンナンバー50番の中村ですが、今8番の安村と今同じ集団ですね。ダブルヘアピンに来ています。さあそして徳留はこの周回はベストではないか。セクター1セクター2、栗原が今シーズン3回目のポール濃厚になってまいります。さあ残り時間あと30秒、ただもう一周いけますからね。栗原も徳留ももう一周いけるタイミング、今最終コーナー戻ってまいります。まずはメインストレート、栗原もう一周、この周回は1分37秒中盤。さあそして徳留向かいます。さあ徳留トップだ、1分37秒198ゼッケンナンバー36徳留トップに浮上。さあ残りは10秒です。残り時間はあと10秒となっている。そして11番の関野海斗が7番手に浮上。さあそしてチェッカーフラッグが振られます。9時19分25秒を回りました。チェッカーフラッグが振られます。さあセクター1では栗原がベストで来ている。現在2番手の位置にいます。634番栗原セクター1はベスト。そして徳留ですが、今1分37秒198をマークしまして、今現段階ではトップにいます。さあそのタイムをセクター1で上回ってきているのはゼッケンナンバー634番です、武蔵の栗原。さ
さあメインストレートではどんどんとチェッカーフラッグを受けてまいります。25名のタイムアタックです。 JGP3 今シーズンの第4戦、さあセクター2もレッドで来ている。セクター2もレッドはゼッケン634番だ。さあダブルエアピン2つ目の立ち上がり、前には1台マシンがいる。あーどうだ、ダブルエアピンの2つ目で引っかかった。栗原ちょっと引っかかった。さあしかしこの後でもロスは少なそうですね。最終コーナーにやってまいります。634番栗原圭介、現在2番手の位置にいる。最終コーナーから戻ってくる武蔵野マシンです。さあ JGP34 戦目タイムアタック、ラストアタックに入っている栗原圭介が戻って、ポジションはトップだ。1分37秒156、徳留を上回りました。栗原圭介1分37秒156、徳留を100分の4秒上回りまして、今シーズン3度目のポール手中に収めました。さあ最後はやはり今シーズンポールを取った者同士のトップ争いになりまして、一旦はゼッケンナンバー36徳留トップに立ったんですが、ラストアタック一旦ちょっと前方クリアラップは取れないかななんて思われていたんですが、栗原圭介意地のトップ奪還、1分37秒156をマークしまして、今シーズン3度目のポールからポイントリーダーゼッケンナンバー634番がスタートを切ると、こういう予選となりました。35分間のタイムアタック。